おはようございます、ピーパパです。今日はあいにく朝から雨が降っています。いつものアメコカメンバーで、本当は外でのランチを計画してたのですが、雨なので乗用車でのお出かけとなりました。ひー、君はピーパパの膝の上です。今日は九州のデニムママが作ってくれた新しい可愛い服を着てます。ひー、君は26日で16歳です。ピーパパにとってひー、君が一番可愛い子です。前にも一度来たことのある芦屋のピレーネ芦屋、おしゃれなカフェなのですが、サンルームのある部屋は犬と一緒にカフェができます。ランディ君も、ジー君、リンカちゃんがある君、バロン君、つくしちゃん、ひの、すけ、たけのすけ、梅のすけの9頭です。みんな何にしようか、メニューとにらめっこです。ワンコたちも何かもらえるのか考えてます。も、ジーも何か期待してます。あちらでは何を食べるんでしょう。サンドイッチ、唐揚げ、ロコモコなどがテーブルに並びます。その上、こんな美味しそうなパフェまで頼んでいる待つママです。インスタ、フェイスブックなどにアップするからんでしょう。なんとパフェをひーくんの目の前に置いて携帯を売ってます。ひーくん、かわいそう。でもニュースでウクライナを見るたびに、この平和に感謝。ニュースでたまにワンコが痩せて飼い主の後を歩いてる映像なんかが映るが、なんでもない日々っていいなと思います。ひーくんは待つママよりパフェのいちごやクリームをもらい、ご機嫌です。いかがでしたか、芦屋のカフェ。さすが芦屋周りで通る車は高級車ばかり。この上の方には66層があります。たまにおしゃれしてくるにはいいカフェです。我が家はこの後、あのおもちゃ博士の北原照久さんのおもちゃ展示が芦屋美術館に来てるというので、寄っていくことにしました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日ご覧いただいた動画のタイトルは、愛犬とキャンピングカーです。ワンコと行けるカフェ情報いかがでしたか。芦屋のカフェの周りで走る車は高級車ばかりです。この上の方が66層があります。せっかくですから、ぜひ登録お願いします。登録やコメント、いいねをいただくたびにやる気が出ます。よろしくお願いします。